本日はこういう機会を与えていただきました、オーガナイザーの田畑先生、本当にどうもありがとうございます。私、先ほど長田らしいセンターの名前2つ出てまいりましたけれども、そこの両方に所属しております、ミノワと申します。もともとウェットの実験やってた人間なんですけれども、いつの間にかこういうデータベースの世界にちょっと足を踏み入れることになりまして、今では全くもう実験からは離れて、こちらのセンターで、主に広報の担当をしておりまして、こういった形で皆様にお話をさせていただく機会が結構ある、そういった人間でございます。まず先ほどもちょっとありましたけれども、講習を始める前にということで、少し今後ろから撮っているということをですね、先ほど司会者の方も言っていただいたんですけれども、私どもこれこういうふうに講習や講演とかさせていただくのを必ず動画として撮りまして、後から公開することにしています。そうすることで今日参加していただいた方にももちろんですし、こんなことあったよということで紹介していただくときにも、紙の資料も大事かとは思うんですけれども、実際にこういうふうに動いているところを見ていただいて、参考にしていただくというのが非常に大きいかなと思ってますので、そういうことをやっております。それから、今日私の、スライドの資料も全部紙でお配りしてますけれども、かなりボリュームございます。全部をなめてやるわけではなくてですね、基本的にそのアジャックスという名前で講習会をいろいろやってるんですけれども、そこで使っている資料の抜粋版になります。なので、ちょっと実際はハンズオンといいまして、そのインターネットにつないで実際に使っていただくというところまでやるような、そういった資料が元になっておりますので、ちょっとご容赦いただきたいと思います。で、講習会についてはやはり全部動画で公開していて、こういった形でウェブサイトに全部記録していくということをやっておりますので、もしハンズオンで実際になぞりながらやってみたいということがありましたら、こういったところもご参考いただければと思います。さてですね、私のパートでは、バイオサイエンスデータベースセンターの、で提供しているサービス、これは割と入り口のサービスになりまして、実際にそのデータをガリガリやるっていうよりはですね、皆さんが日頃やってる情報検索、そういったことに近いサービスが主なんですけれども、そういったことについてご紹介をします。で、その前に、田畑先生も少し述べていただいたんですけれども、生命科学系データベースがどんな今状況なのかということを簡単にお話をさせていただきます。ご存知のように、転換期を迎える生命科学ということで、生命科学はもう情報がどんどん爆発していると、膨大な、解析機器の発達によりまして、もう人間が簡単に扱うことができないレベルのボリュームのデータがどんどん出てくるということになりまして、昔は仮説を立てて、それに合ったデータを取ってというような手順で、研究を進めていたものが、もう今ではデータ駆動型の科学になっているということが言われております。で、そういった時代にはですね、やはりデータとかデータベースを自由に使いこなす、こういったスキルを持った人がやはりどんどんいい研究ができていくわけで、その際には例えば情報学、統計学、さらには数学とかですね、あるいは計算機科学などが、そういったところに入り込んできて、そういうことがうまく使えるとどんどん研究も進むという状態になっています。なので、私たちはそのデータの統合による知識発見ができるような、そういう環境を皆さんにご提供したいと思って、こういった授業を進めているわけです。で、代表的な生命科学関係のデータベースといたしまして、データベースの内容で分類しますと、大体こんなようなものがございます。DNA から始まりまして、例えばそういった成果をまとめた文献なんかも一応検索の対象になりますけれども、その中で今ここに赤い字でちょっと書かせていただいた、例えば DDBJ、PDBJ、KEG といったものが日本でもかなり世界的に使われているデータベースの一つとなっております。で、また、違った観点からそのデータベースの分類を見ていきますと、構築法から見たデータベースを分類するということで、これ私どもがその統合データベースの授業を始めるときに、調査の段階で分類したものですけれども、例えばバンク型ですね、それからプロジェクト型、プログラム型、キュレーション型、知識モデル型、創設型ということにありまして、バンク型っていうのは、例えば DDBJ なんかは、論文にと、塩基配列を使った研究を統合するときにですね、その塩基配列を必ず DDBJ に登録しなきゃいけないよと、DDBJ だけじゃなくて、米国の NCBI、 それから欧州の EBI という3極の中のどこかに登録しなさいというようなことが義務付けられていることがありまして、不特定多数の方が、どんどん登録するようなバンクになっております。で、一方ですね、だんだんこう下に行くほど人間の関わり方が大きくなってくるんですけれども、例えば知識モデル型なんていうのは、もうすでに読み物になったようなものをですね、
まあ、スキルのある人間がきっちり読んで、それを構造化して、表現するというようなことで、例えばこういうのが代表的なものが KEGU というようなデータベースがあるというようなことでございます。で、その中でも特にバンク型のデータベースというのは、もう全世界でこの解読された塩基配列がこの3極のどこかに、入れなさいということになっておりまして、立体構造では、WWPDB、 これも日本にも PDBJ というその3、3極、4極、実際は4極ですね、4極でやっている、1つの、バンクがございますけれども、そういったところで全部受け入れるということをやっているバンク型のデータベースでございます。で、この特徴は、まあ、査定して受け入れるということと、データベースに蓄して公開して共有する。で、その際にアクセッションナンバーを付与することで、論文を投稿する際にこれからこのアクセッションナンバーが私から求められることで、必ずこういったところに投稿する必要があるということになっております。で、こういった形でバンク型の、データベースには、その徐々に情報が集まってくるという形になっているんですけれども、一方でですね、国際的動向としまして、まあ、オープンサイエンスという言葉が最近、流行りのように出ております。で、それの元となっていたのが2013年に、G8 の科学大臣会合というのがありまして、そこの共同声明で、それまでオープンアクセスといって、論文をみんなが見えるようにしましょうというような活動は、割と長い歴史があってやられていたんですけれども、それに加えて研究データそのものをきっちりオープン化していこうということで、これがオープンサイエンスの元になっています。で、まあ、世界的な議論が加速したんですけれども、2014年の12月、ちょっと遅れてなんですが、日本でもしっかりこれを検討しようというような検討会がありまして、そこで最終的に報告書の中で出されたもの、文言としまして、まあ、日本ではですね、公的研究資金を用いた研究成果について、科学界をもとより産業界および社会一般から広く容易なアクセスで利用を可能にして、知能創出の新たな道を開くというようなことで、このイノベーションのためのサイエンス、これをオープンサイエンスと呼びますということで定義をされております。で、まあ、それと、まあ、このオープンサイエンスの動きよりもちょっと早めに、私どもの、その統合データベースの事業というものは始まっているわけなんですけれども、これ今日お配りしているパンフレットの裏の方にですね、ちょっと書かせていただいている年表になります。もう2000、人のゲノムを決めようと世界中でやっていた頃からですね、その頃から、まあ、ゲノムのデータを共有するという考え方から、日本の中でもさまざまな動きがありまして、JST のバイオサイエンスデータベースセンターというのは2011年の4月に設置されたということでございます。で、まあ、データを共有することの意義って今更申し上げることもないかと思うんですけれども、まあ、科学の世界では本来データは第三者と共有するものです。その意義というのは、まず再現性、実験結果の再現性が、これ本当に真理かということを確認するために必要というのはありますし、データそのものが間違っていないかということを確認するための透明性、それから、最近ではそのデータそのものを新しい観点から解析、それからまた共同研究や教育目的などに使っていくために再利用するという観点からも、第三者と共有する、もう広く公開していくということが求められている、最近いるようになりました。で、そういうふうにすることでですね、大量データが溜まってくるような状況が出てきますので、そうすると新しい技術、そういったものを、まあ、どうやってマイニングしていくかといった新しい技術をするために、まあ、データがないと何もことは始まらないわけですから、そういったことにも利用できるということになっております。で、あともう一点、これは特に欧米で言われていることなんですけれども、市民は二度税金を払わないという言い方がされておりまして、それはもともと、公的な機関とかで、やられた研究、そういった研究は公的な資金を投じてやられているものだから、だからもうすでにそこで市民は一回お金を払っているので、そこで得たデータは全て市民のものであるというような考え方がありまして、まあ、国などの公的資金を投じて得られたデータを共有することにしましょうという動きが世界的に起きているわけです。さて、そこで、まあ、ちょっとここで JST と NVDC の、ご紹介をしたいと思うんですけれども、まあ、JST については皆さんよくご存知かと思うんですけれども、最近のですね、平成29年の2月に出された、まあ、JST としての中長期目標というのがございまして、これの中の今1番2番3番とあるんですが、この2番の知の創造と経済社会的価値への転換というところで、まあ、情報基盤の強化という項目の中にライフサイエンスデータベース統合の推進というのが位置づけられておりまして、これをもとに私どものセンターが設置されているわけです。
で、バイオサイエンスデータベースセンター、NBDC と略して呼んでおりますが、こちらのセンターも2011年の4月に設立されて、まあ、ミッションとしてはですね、本当に生命科学分野のデータベースをとにかく使いやすくする、これがもうこれに尽きることです。で、そのためにやってることがいくつかあるんですけれども、その一つに、基盤技術開発とファンディングプログラムというのがありまして、このファンディングプログラムというのが、先ほど田畑先生がご紹介いただいた統合化推進プログラムというものです。で、統合化推進プログラムの中、これもパンフレットの中に詳細書かせていただいておりますので、あとはちょっと今このスライドからは読み取るのは難しいかと思うので、あとご覧いただきたいんですけれども、田畑先生もここにいらっしゃるようにですね、いくつかの、生命科学と一言に言いましても、対象とする生物種とか、対象とする分子種とか、解析手法とか、いろいろ多岐にわたりますので、分野ごとにいろいろなところでこう固めてですね、専門家の先生方にまずその分野でのデータをまとめていただくというようなことをやっていただいております。それが今ここに現在動いているプログラムと、あとちょっと過去にあったプログラムなんかも書いてありますけれども、そういったプログラムがここのご紹介になります。で、こういったもの、こういって集められてきたデータベースをですね、どうやってつないで、いくかということなんですけれども、私どものところ、その NCBI のように強大なサーバーパワーを持つような力がございませんので、私たちは連邦型統合 DB と呼んでるんですけれども、皆さんのところ、先生方のところでまとめていただいたものを、あたかも、一つのデータベースであるように取り扱うことができないか、そういった技術をこちらの基盤技術開発ということで、ライフサイエンス統合データベースセンター DBCLS といいますが、やっているということで、ここにご紹介をしております。さて、それって、今からはですね、ちょっと時間をいただいて、バイオサイエンスデータベースセンターの方で、ご紹介しているサービスをいくつか、パパパッとこの後スライドでご紹介をしていきたいと思います。ですね、生命科学分野のデータベースに対する要望をここにちょっとまとめてあります。これ、その統合データベースプロジェクトを始めるときにですね、まず調査研究をして、生命科学のデータベース使いにくいよね、じゃあどんなところが使いにくいのかということをまとめたスライドになりますけれども、まずどんなデータベースがどこにあるのかがよくわからないということがありました。なので、私たちこれに対する回答として、データベースのカタログを作りましょうということをやっております。で、それから、データベースのカタログがあって、こんなデータベースありますというのが分かったときに、またそこに行って一つ一つ検索するということが必要になってきます。で、それはすごい大変、もし関係しているデータベースが数十あった場合にはそれ全部やるのかということになりますので、じゃあ複数のデータベースを横断的に検索できないか、そしたらもっと便利なのというような声がありました。なので、私たちはそこにお答えすることとして、データベースの一括検索のサービスを構築しております。で、またですね、検索して、その一つ一つのデータ、個別のデータが出てくるだけではなくて、自分のデータと合わせて計算したいとか、自分なりに解析したいとか、そういった要望があります。なので、データセットを取得できないかというこういう要望に対しては、一括ダウンロードできるようなサービス、こちらをご提供をしておりますので、この後ご紹介をしたいと思います。で、ちょっとそこに入る前にですね、もう一つ、データを利用する際の問題点として、一つ、そのデータの権利みたいな話があります。で、いくつかここにちょっといくつかの問題点は書いてあるんですが、ここで一番大きく申し上げたいのは、どのように使ってよいのかがわからない、そういうのが明示されていないと、怖くて使えないというのが現実的なところなので、これに対して私たちは利用条件をきちんと標準化して、それを明示することで、誰もがその使い方について不安なく使えるようにしましょうということを考えました。で、それで取り入れたのはクリエイティブコモンズという、もともとは著作権に対する、ライセンスの仕組みなんですけれども、これを使いまして、これは再利用と共有を促進する仕組みということで、こういった4つの、条件について、データを、この場合はデータですけれども、データを作成した本人が、
述べる、このデータはどういうふうに取り扱ってほしいということを述べることができると、そういう仕組みのものでございます。で、例えば、表示っていうのは作品のクレジット、データのクレジットですね、を表示することになりますし、それからあとはですね、改変禁止とか改変しないでくださいということとかを自分の意思として述べることができる。で、これらのマークを組み合わせていますと、6種類の利用条件を選択することができます。表示、ライセンスだけ表示すればどんな使い方してもいいよというものから非常に厳格なものまでというふうになるんですけれども、私たちのところで使っているのはですね、このクレジットをちゃんと表示してくださいと。これはやはりペーパーを、論文を引用するのと同じような形で、こういうことは必要だなということでつけてますけれども、あと一つは、表示継承といいまして、元の条件と同じ組み合わせのライセンスで公開することというようなものがあります。これをひとたびつけますと、これがついたデータから作られた二次データベースに関しては、また同じように表示継承という条件をつけてくださいというような意味になりますが、こういうふうにすることで、さらにデータの共有のサイクルがどんどん回っていくだろうということで、私どものところでは、これと、それからもうちょっと緩めの条件のこれ、それからですね、さらに、これは自分たちは何の、権利も主張しませんということで、あえてパブリックドメインにしますよと宣言するやり方になりますが、これらのうちのどれかをつけるということをお願いをしています。さて、では、サービスの紹介に簡単に入っていきます。実際は先ほど申し上げたように、本当ハンズオンでいろいろやるんですけども、そこの部分は資料にはちょっとありますけれども、基本的に飛ばしますので、大体どんなものかというのはご紹介をすることになるかと思いますけれども、まずこのポータルサイトですね。このポータルサイトについては、NBDC と検索していただければいけます。で、今ちょっとなんかダーッといっぱいいろんなのがあって、ちょっと分かりにくいので、もしかしたらしばらくしたらちょっともうちょっと分かりやすいインターフェースに変える可能性はあるんですけれども、基本的にここでご紹介したいのは、先ほどの3つのデータベースのについての問題点を解決するためのデータベースのカタログ、一括検索、データの一括ダウンロードというところでして、これが一番アクセスの良い左上のところに一応今のところまとめてあるということになっています。で、先ほど統合化推進プログラムといって、さまざまな分野の先生方にまとめていただいているデータベースというのは、それぞれについてはここからまたリンクでご覧いただくことができるように整理されております。分かりにくいんですけれども、この一つ一つにこうマウスオーバーしていただくと、一行説明でこれはどんなものかみたいなことが出てまいりますので、ご興味のある方はウェブサイトに行っていただいて、ちょっと見ていただければと思います。データベースのカタログについてですが、それインテグバルデータベースカタログといいまして、今ではですね、収録データベースが1600件以上のカタログになっております。20種類の記述項目とか、例えばデータベース名とか、どこにあるのか、どこのインターネット上のどこにあるのかとかですね、あとは対象としている生物種が何かとか、実際にはそのウェブサイトに行っても、このウェブサイト何をやってるのかよくわからないってことがまあまああることなので、じゃあこれは何をどういったものに対するデータベースですかみたいな話、説明を私どものところでつけて、こういったところから検索できるようになっている、そういったものになります。ページインテグバルデータベースカタログというところに行っていただくと、こういうふうなページが出てまいりまして、データベースの一覧ですね。それからこちらで検索窓が1つあって、キーワード検索できるのと、あとはこちらで、例えば生物種とか、どういったデータでとかいうことで絞り込んでいただけると、そんなような、データベースになっています。で、2つ目なんですけれども、今度はデータベースの一括検索に対する回答として、私ども生命科学データベース横断検索というものをご提供しています。これはですね、先ほど1600件のカタログだったんですけれども、これは600件程度のデータベースに関して、検索、それぞれを検索するのと同じことができるというようなものでございます。で、検索窓に、ここにもありますし、ここの、クリックしていただいて、横断検索のそのもののページに行っていただくこともできるようになっています。で、検索キーワードは日本語、英語、どちらでも入れることができます。日英の辞書に関しましては、京都大学のライフサイエンス辞書というのを使わせていただいていて、日英のその翻訳がですね、ライフサイエンスに特化した形の日英の対応にちゃんとなるようになってますので、ライフサイエンスの専門用語で検索できるようなことになっております。
で、まあ、絞り込みとかもできるといったものなんですけれども、まあ、私たちこれ紹介するときに、生命科学データベースの Google 検索ですよ、みたいな感じでお話をするんですけれども、まあ、Google と大きく違うのはですね、やはり検索対象としているものが、生命科学にちゃんと特化してますので、例えばマウスって入れたときにですね、まあ、研究の現場で欲しいのはこちらなんですけれども、普通は Google でできちゃうのこちら。ということで、まあ、こちらがちゃんと出てくるようにしましょうということで、範囲をある程度絞っているということが一つと、それから、実際はデータベースって、情報がこう非常に深いところまでレイヤーになってるんですけれども、Google のようなこう全般的に検索をかけるものっていうのは、基本的にこの一番上のレイヤーですね、こういったものしか対象にしておりません。なのですが、必要な情報というのはこの下の方に入っている場合もありますので、私たちはなるべく下のところまでインデックスを貼って、検索にかかるようにということをやっております。で、実際に、ある研究の成果で引用させていただいておりますけれども、まあ、Google だと公開ウェブの53.2%程度しかカバーしてないよというような話もありますので、まあ、意図したものがちゃんと出てくるように、それから、生命科学に関してはある程度網羅性を担保できるようにというような検索になっておりますので、それだけノイズ少なく、研究に関する情報を得られるというふうになっております。で、まあ、対象はいろいろなものがあります。文献からですね、あとはゲノムとかこうタンパク質とか、そういったものは、例えばゲノムの配列の情報は、まあ、検索というとブラストといって、配列そのもので検索するやり方はもちろんありますけれども、私どものところのこの横断検索にかけているのはゲノムの情報に対して、説明情報が、やはりテキストで書かれております。そういったところを対象としたテキスト検索ということになっております。その後、まあ、インターフェースもちょっといろいろありますのですが、ここはちょっと細かいので飛ばさせていただいて、実際に、まあ、あれですね、Google 検索とか皆さん日頃インターネット検索いろいろなさってるかと思うので、この辺はちょっと資料を見ながらなぞっていただければ、実際にお使いいただく時にも大丈夫かなと思います。で、3つ目の回答として、データの一括ダウンロードができるようにということで、今データベースアーカイブというサービスを提供しております。これ収録データベース133なんですけど、今もまたもうちょっと増えているかもしれません。で、これについてもさまざまな形式でダウンロードができることということもありますし、それから先ほど申し上げた CC ライセンス、クリエイティブコモンズライセンスというのを明確に記載して、どういった使い方ができるかということをはっきりさせているというところが非常に特徴的なところかなとは思います。中身としてはこんなようなものがございます。やはりこれを集めるのは、実際にデータを提供していただく先生方とお話をさせていただいて、公開までこぎつけるということになりますので、日本のものがほとんどということになっております。はい、こちらのサイトも、こんなトップページのサイトなんですけれども、まあ、いろいろ検索できるような機能があったりですか、とか、あとはソートできたりとかですね、あとはちょっと難しいと言いますか、例えばこちらの方は一部ブラストとかそういった配列に対する検索なんかもできるようにはなっておりますし、中には画像に対するデータベースがあるんですけども、そういうのはメタデータを使って検索すると、そういったようなこともございます。で、これも使い方についてちょっとやり方、手順的なものを書いてあるので、もしご興味がおありでしたら、こういったところ、これもあくまで一例ですね、オープン TG ゲートという特殊シコロジーの関するデータベースについてなんですけれども、ご説明を載せておりますので、こちらも、アジャックスの動画などをご参照いただきながら、なぞっていただければ、ご自分でできるような範囲かなとは思います。で、あとは、利用状況なんかについてもお知らせをしています。オープン TG ゲートと例に挙げたものなんかは、割と常にトップを走っていたんですけれども、最近はエピゲノム関係のデータがアーカイブに入ってきて、こちらが皆さんのご興味を引いているという、そういった状態になっております。これもデータも逐次受け入れてますよというお知らせになります。で、最後にもう一つですね、ちょっとご紹介したいのがありまして、まあ、ちょっとある意味アーカイブと似てるところもあるんですけども、人に関するデータ関連のサービスということで、NBDC 人データベースというちょっとベタな名前なんですけれども、人データベースというものがあります。人に関するあらゆるデータを対象にしておりまして、まあ、人に関するものということになると、やはり個人情報保護関係のこととか、いろいろ倫理的な問題にございますので、まあ、匿名化をきっちりしていただいたものを私たちのところでお預かりする際に、まあ、
ちゃんと審査をして受けれるということになっております。で、公開データ数としては、今すでに60、トータルで60何件になっているので、もうちょっとこれよりも数も多くなっているんですが、基本的にはゲノム医学ですね。最近はその NGS の解析の生データを使ったその研究発表、論文発表もいろいろありますけれども、その時にもやはり、公的なサイトにちゃんと登録して、アクセッションナンバーを取ってというようなことが、ジャーナル側からも要求されておりますので、そういったデータが数多く入ってきている、そういったサービスになります。これトップページの様子なんですけれども、今のところこの下の方にずっと、今これスクロールずっとしていただきますと、全部のデータが表形式で見られまして、クリックしていただくと中身がどんなものかということは全部見えるようになっています。データそのものだけ見えない。データそのものをご覧いただくときには、審査をしていただいて、審査を受けていただいて、許可されると見られるというようなものが大半でございます。そのデータの種類なんですけど、オープンなものって、これは比較的オープンで、別にこれは普通にダウンロードできたりするものもあるんですけど、こういったものは普通、集団の統計値だとか、特定の個人来ではないような資料の解析結果、細胞株とかですね、そういったものになりますので、大半のものは、制限公開データという位置づけになりまして、これは個人ごとの情報、個人ごとの NGS のデータだったり、発言データだったりとか、そういったことになっております。で、これについては審査が必要なんですが、その審査のスキームズちょっと書いてあります。すべての、どんなルールかということは公開しております人データ共有ガイドラインというのがございまして、こちらを読みいただくと分かるようになっております。で、また利用の際のデータの取り扱いについては、このセキュリティガイドラインで、確認していただくと、どういったセキュリティ環境が必要かというようなことも割と分かるようになっていると思いますので、もしご興味のある方はこちらのガイドラインを読みいただいて、必要そうなデータがあれば申請いただくということなんですが、特に利用の場合ですね、データの利用について、このデータを使いますよということを含めた記述のもと、研究計画書のもとで倫理審査をしていただくことが必要になります。なので、アカデミアのフィールドの方は、よく大学とかにこう倫理審査のちゃんと仕組みがありますから、そこで申請いただくということになるんですけれども、最近は民間企業の方とかもですね、お使いいただくケースがありまして、その場合は、共同研究なんかで大学で倫理審査というケースもありますけれども、倫理審査を別に請け負ってくれるというような、そういう第三者機関があるというふうに、そういったケースも出てきておりますので、民間の方でもしっかりした研究計画を立てていただいて、倫理審査をしていただければお使いいただけるような状況だということになっております。この次のこのスライドは、こういったセキュリティ環境が必要ですよということをざっくり模式的に表したものです。暗号化をした通信経路の下で使ってくださいですとか、エクストラなコピーはしないでくださいとかですね、LAN の中のちゃんとしたサーバーの上でだけ使ってくださいとか、あとは、使う人をちゃんと利用申請の際にきっちりこの人とこの人とこの人使いますというふうにちゃんとこうリストアップしていただく必要がありますので、その点はご注意いただければと思います。で、その他のサービス例といって、いつもでしたらここでいろいろ紹介するんですけども、これは次の講師の、小野がいろいろ紹介すると思いますので割愛をさせていただきまして、最後にちょっとだけ、これ私どものセンター、私2つ所属しておりますけど、そのどちらのセンターも文科省関係です。なんですが、この、横断検索、それからカタログ、こういった情報を集めるのに、やはり日本の中でですね、生命科学に関するいろんなプロジェクトをやっている4省というのがありまして、この4省の協力のもとで情報を集め、皆さんにご提供できると、こういったサービスに使ってご提供できるというような形になっておりますことを、ここで申し上げておきたいと思います。で、まだまだ私たちのところですね、欧米の強大なデータベースセンターとかに比べると非常に非力なところでやっておりますので、それに伴ういろいろな問題はありますけれども、少しでも皆さんのお役に立てればということで、こういうふうにやっておりますので、ぜひぜひお使いいただきたいということと、それからもしこの私どもが提供しているサービスを使ってこんな成果出せましたとか、公表してよい段階になったらで構わないので、ぜひぜひサービスの活用例を私どものところにお寄せいただければと思います。私どものサービス、やはり使っていただいてなんぼというところがございまして、使っていただかないとなかなかこういったものも維持できないということがございますので、ぜひこういった情報をお寄せいただく点についてもご協力いただければと思います。はい、ありがとうございました。